よく言ってたじゃないですか、なよなよしてる男、優しすぎる男は絶対モテないよと。今の僕だと自分の魅力をこうどん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 磨いたっていうのに結構投資したかなと思いますね。本当変わりましたね、まあ、稼ぎも良くなりましたね。年間で2000、3000万ぐらい、ね、そんなに売れるの、はい、裏直しでございます。こういう感じでね、動画を撮るのは久々なんですけれども、まあ、恋愛についてまた動画を撮り始めたということなんですが、今日来てもらったのは、リトですね。ちょっと自己紹介をしてもらえますか。はじめまして、リトです、はい、僕は同い年27歳で、もともとホストをやってまして、中押しマインドに出会って売り上げが変わって、そこからまあ今ホストを辞めて引退して、まあ、TikTok とかやりつつ、美肌になるためにどうすればいいかっていうのを発信しているものですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、中押しマインドに出会ってホストで売り上げが変わったっていう、そういう彼なんですね。動画の趣旨としては恋愛流発信を最近全くしてないので、あんまり知らない人もいると思うので、どういうものなのかっていうことですね。中押しマインドを知ったらどうなるのかっていうのを体験談ベースで説明をしてほしくて、はい、具体的にじゃあ中押しマインドに会う前はどうで、会ったらどうなったかっていう、そういう変化をちょっと聞かせてもらえたらと思います。だいぶ変化ありますよ、これ。だいぶノート出してもうすぐぐらいの時に、その時の僕ってなよなよしてたじゃないですか、ね、よく言ってたじゃないですか、なよなよしてる男、優しすぎる男は絶対モテないよと。で、最終的に自分はそうして、港区女子みたいなちょっと綺麗な女の子に削除されるよと、そういう警告の YouTube の動画とかって結構出してたじゃないですか。で、そこを見た時に、あ、今の僕だとちょっと当てはまった部分があって、結構グザグザ来てて、あ、だからモテなかった、だから売り上げ上がんなかった、あと女の子に対してのレールを自分で男が貼ってあげる、ちゃんと。そうすることによってちゃんとついてくるんだっていうのを見た時に、ちゃんと確信持って自分はこうであるべきとか、ホストとしてじゃあ売り上げ上げたいんだったら、しっかりとした女の子にレールを引いてあげるっていうぐらい落とし込めましたね。で、ちゃんと女の子がついてくるようになって、売り上げ上がったりとかして、モテるために自分を磨くのって当たり前じゃないって思って筋トレやったりとか、あと肌のケアだったりとか、ストッチ上げですよね、の部分は怠らずにできてると思うんで、本当変わりましたね。まあ、稼ぎも良くなりましたね。売上はさ、どのくらいあったの。売上はですね、まあ、ホストとしては別に強い下ぐらいなんですけど、年間で2000、3000万ぐらい、そんなに売れるの。はい、レアの前はどんぐらいで、レアの後どんぐらいになってんの。レアの前は多分、売上が年間通して500万とか、月大体40万ぐらい、ギリギリ、ね、頑張ってますみたいな。それでそんな、月40ってすごいのかと思ったけどね。で、出会った後一度やってみたら、月どんぐらいになった。そうですね、月80ぐらい、まあ、2倍ぐらい上がぐらい、階段検診の動画上がってってって感じで、まあ、給料で300万ぐらい。月300。そうです。やばすぎやね、それ。具体的に聞いていきたいのは、はい、優しいのがダメで、引っ張っていってあげなきゃいけないっていうことだったけど、具体的に聞きますか、どういうふうに修正してるか。僕が直したっていうのは、デートプランをもう時間細かく設定して俺についてこいみたいな。例えばなんですけど、僕よく水族館行ってたんですよ。普段の男って水族館を行こうよって言えないと思うんですね。なんかちょっと乙女チックじゃないですか。でも女の子って喜ぶじゃないですか。まあ誰と行くかっていうのはすごい大事なんですけど、まあ水族館行って、でその後に食事のプランまでちゃんと考えて、でどこどこ予約したから次行くよっていうのをスムーズにエスコートするっていうのを結構考えてやってましたね。デートの前はちゃんとこういう時間プランでこういう配分をして、雰囲気のいいところでちゃんとアタックをするみたいなっていうぐらいロジカルに考えてやってましたね。あ、それやってなかったね。ノリで結構やってましたね。大事な話をするときのシチュエーションとかを、雰囲気いいところとかもガヤガヤせずに、ちゃんと二人きりの空間で伝えるような場所でいろんなこと伝えてましたね。売り上げの話であったり、ホストの話、恋愛の話とか、そこでね、まあ、水族館でよく何人と行ったか分からんぐらい来ましたね。パターン化してくるよ。それも何人とデートしたか知らんもん、名前忘れるもんね。そんぐらいやれば分かるよね。簡単だよね。意外とやればできますね。あと自分自身も楽しくなってきますね。最初は大変なだけでどうにでもなるから。あとはスタンスというか、優しかったって言ってたよ。それがダメでちょっとオラ感出すみたいな。みんな結構めっちゃ優しくすると思うんだよね、女子に対して。オラ感とか多分ゼロなのよ。みんな行ってずっと優しいみたいな。波がなくて飽きられてるんでね。みんなが ATM みたいな態度というか、変えた具体的に教えてほしいですね。ジェットコースターみたいなイメージしろっていうの動画で多分言ってたと思うんですけど、デートするときは優しいんですよ。特に何も言わないんですけど、二人きりの空間になった時とかにちょっとオラ感見せたりとか、例えば横で座って家
肩組んで耳元で好きとかなんか言ってみたりとか、お前は俺のこと好きだろとかちょっと言葉攻めしたいな、断らせないような雰囲気を作りつつ、まあ耳元でそんな言われたら女の子もちょっと勘違いしてくれるんですよね。で無理だったら無理じゃないですか、多分最初からその空間にも入れないんで、だから2人の空間ではオラオラを全開出していくと、そこでしか見せない顔で換気をつける。あいいね、ずっと言ってはダメだからさ、怒るのか分かんないといけないし、ギラつきみたいなの出していかなきゃいけないし、 それがみんなないのでうまくいかないと、でそういうのがうまいやつに取られる感じだと思うので、はい、波を作ったからだって、はい、非常にいいと思いますね。どっちでもいいと思ってるのが、天外だったらおごるとか、うん、カッコつけておごった方がいいっていう案と、うん、天外でも俺はおごられてきたっていう人が別々分かれるんですよ。でこれってどっちでもいいと思ってて、その当時僕がじゃあ大盤振る舞いするぐらいお金持ってたかって言ったら持ってなかったんで、どうやったら奢ってもらえるんだろうって思った時に、じゃあ女の子のミスをめちゃめちゃ指摘するんですよ。例えばなんですけど遅刻とか、だいたい5分10分遅刻しません？デートで待ち合わせ、まあホストに行くことはそうだろうね。でじゃあ10分遅れた、どうもご飯おごりなみたいな、もう遅刻が許せんわみたいな話をちょっとパパッとするんだ。なるほど。でご飯をおごってもらってプラス同伴するみたいな、お金も全くかからんみたいなことを僕はやってました。ただ売れないホストとか思考停止しちゃってる人たちっていうのは、サンクコストの書き方がわからないと、ただ単に怒ってしまっても断られた、で爆発踏んで結果メンタルすり減って、まあ結果的にこれはいいやみたいな投げちゃうみたいな人結構多いかなと思いましたね。で常識だよね、デート中は怒んなきゃいけないみたいな、だからホストの人は思ってると、自分がカスカスなくせに怒っちゃうみたいな、うまくいかないと思うし、逆に搾取されてるホストもいますからね。でもホスト遊び慣れてる女の子いるんですよ。例えばなんですけど、あの店のあの人私指名してたからみたいなこと言って、偉い人指名してたんだみたいな空気を漂わせるんですよね。でご飯おごりでしょみたいな感じの雰囲気を出してくるんですよ、遊び上手な女の子って、だから弱い人は搾取されるんだなと思いながら、でもね自信があるとね、それも普通に言えるんですよ。付き合い方というか離れしていくと、あっちが思いっきりこっちに食いついてるんだけど分かるんだよね。そういう子に対してはさ、もう会ってるだけであっちは幸せなわけ、むしろ出していいぐらいに思ってるわけよ。よそに行くの女の子に限らずだけど全然あるんですよ。普通に接してるとかになると面白いもんなんもないじゃん。そんな人にやっぱり金を払うか道理はないという、まあ、例えば本当にルックスを磨くとかさ、それだけでいいのよ。イケメンが会ってくれるだけで嬉しい女がいっぱいいるわけだから、それはまずゼロ円でできるできますし、バカスいっぱい踏んで、まあ、余裕を醸し出すとかさ、まあ、そういう雰囲気に出るから、あとはこんなことを普通の男がしないようなことをさするよね。だって俺普通に電話でさ、その子のお母さんに口説いたりするからね。そういう差別化をやったりとかすると、うん、何者なのみたいな、初めての人間になりますもんね。刺激を求めてるんですよ。大井さんがやっぱ好きなんですよね。やっぱディズニーランドがあれだけ人気なのは、ディズニーの世界って普通じゃないじゃない、ずっと見てきたわけだから、欲求のない関係性って無理なんですよね。女の子って波を作ってあげるっていう意味で非常に参考になったなと思いますね。こびりついた常識を取り外す作業なんですよ、長越前にとって。本当に最初は確かに大変なんで、何もしなきゃいけなかったりとか、マッチングアプリとかも今さってするけど、なんか一個テクニックみたいなのを自分に武器にするだけで、うん、その武器が磨かれますね。気を出せるっていうのは確かに俺もやってたかな。電話とかでも明日もう一個してくれよみたいな、主導権握っていかなきゃいけないんで、そうです、主導権握る上でちょっとしたお願いっていうのがあるじゃないですか。ちょっと水買ってきてるとかさ、ちょっとずつ主導権持ってくるっていうのはやっといた方がいい。主導権ね、握るのも大変なんですけど、ホストで遊び慣れてる女とかはめっちゃ大変だと思う。すぐ行きますからね、すぐ分かる。これがね、まあ、歌舞伎町で生きていくのは本当大変でしたね。女の子も隣の人は青く見えるんで、すぐ行っちゃうんですよね。だから僕は自分の魅力をこうどんどん磨いたっていうのに結構投資したかなと思います。例えば美容とか健康とか、まあ、そこに関しては結構お金を入れたりとかして、脱毛の話とかいろいろできるじゃないですか、女の子。そしたらやっぱまた興味が出たりとかして、美容の話とかって女の子好きなんで、だからそういう部分で共通した話があってお互い高め合えるみたいな、その関係性でお金生まれるって一番いいことだった。場合によっては化粧とか勉強したやつもいたからね。男で化粧するやつが流行ってたからさ、女の子と一緒に化粧したりとかするやつもいたし、こういう界隈でもやっぱり自分高めたいみたいな人で、あと美容男子が増えたとか、まあ、すごいいいことだなと思ってて、中越さんが結構発信されてる食のこととかも美容につながると思ってて、その今の食事改善、無農薬の野菜、添加物控えるとか、人工甘味料取らないとかっていうのを、まあ、僕も実践してるんで、でその実践をしたらこの人ちゃんとやってんだなみたいなのを周りの人が気づいてくれて、でより尊敬されるじゃないけど、なんか女の子でも意外なのはパンケーキとか、 なんかシュークリームとかって、まあ、そこら辺で売ってるじゃないですか。ダメだと思って買ってしまうんですよね。でも多分僕たちってそういうのもうめっちゃ気にしてるじゃないですか。だから買わないと思うんですよ。逆に
にそれが尊敬されるみたいな、うん、動画見ててやっぱ参考にしてましたね。多分食事変えるだけでモテる人が増えると思います、うんうん、肌とか結構見に汚いのよ。それをさ、なんかレーザーで潰すとかもあるんだけどさ、うん、それをやるよりは食事だと思う、まあ、俺の受講生の中でいたのよ。なんか右がすごくてやっぱり人茶飯しなきゃいけないからレーザーで潰したりとかステレスっていうのは全然良くなってないのよ。食生活を変えようと運動するとか、うん、人茶飯に関しても彼に効くなり、まあ、俺に効くなりっていうと思うんで、うん、女にも、まあ、モテてお手に入れたわけやん。で一瞬回ったじゃん。でその後の長尾社員と手に入れた後の生活するどんな感じですか。まあ、ホスト経験して、まあ、売り上げ上がってある程度、ね、お店のチームリーダーみたいな感じで何か組織持ってたりとかしたんですけど、やっぱ健康とか美容に知識が傾いて、モテない男とか肌が荒れてる人たちを、まあ、食事改善だけで治せるんだっていうところを発信していきたいっていうので、ホスト引退して今こういう活動してるって感じで、政治活動もお手伝いさせてもらいながらお互いの情報を共有したりとかで自分の知識を高めてアウトプットしてるっていう段階で、ゆうと君でございましたので、いろいろ聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。